はいえー、YouTube のサーフィン動画ですね、えー、バックフリップしてる動画なんですけど、えー、2018年の5月21日ということで今から約2年前の動画になるんですよね、えー、出演してる人があーブラジル出身のプロサーファーの方ということでこれすごいですよねバックフリップこの後もちゃんと着地決めてますしね、えー、5分31秒の動画なんですけども この2分5秒ぐららいから一度ですすねバックフリックリプをしてる映像がこう見られますでサーフィンの動画で横回転してる動画って結構見るんですけど見る機会あるんですけどこのバックフリップサーフィンでバックフリップっていう動画があんまりこう出てない、えー、ような気がします。で同じこう海で行うスポーツとしてはウィンドサーフィンですね。 えー、そちらが縦回転、バックフリップですね、えー、してる動画は結構見るんですけどこのサーフィンでっていうのはなかなかないと思います。で、コメントしてる人もいましたけどもなんでこれで、えー、板がボードが足から離れないんだということを書いてる人もいましたね。もう全く同感でもう本当に神業ともう呼ぶにふさわしいと思います。 で下せないというか納得いかないのがですねなんでこの動画に27件ものバット評価があるのかともうこれがちょっと謎ですよねうんもうイチャモンつけるうんこともないと思うんですけどね、まあ、いろんな方いらっしゃるのでうん、まあ、それぞれ思うことあるとは思うんですけど。 えー、もう素晴らしい動画だと思います。はいえーまあ、動画の説明欄とあとはこの動画からもですね直接飛べるようにリンク貼りたいと思いますので、えー、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、えー、ということでサーフィンの紹介動画でした。えー、以上